こんにちは、みーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこれから早雲峡と温根湯温泉の方に向かって行きたいと思います。あいにくの天気でちょっと雨が降りそうなんですけど、安全運転で行きたいと思います。それでは最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今は外気温15度です。寒いです。ですね、夜は多分9度7度か9度だったと思うんですけど、なのでもちろん電気毛布と電気ストーブ用意してきました。はい、それでは出発します。早雲峡も温根湯温泉も初めてなのでとっても楽しみなんですけど、ちょっと曇っててもいいから雨降らないでほしいなって思います。車中泊なんですけど、道の駅温根湯温泉があるので、そこの道の駅に寄らせてもらおうかなと思ってるんですけど、ちょっとそこから、車で20分ぐらい走ったところに無料のキャンプ場があるんですよね。それで、もし、スペースが空いていれば、ちょっとそこで車中泊してもいいかなって考えてます。駐車場がなんか9台分ぐらいしかないので、ちょっともしかしたらもう空いてないかもしれないんですけど、どっちにしてもそこの道の駅かその無料のキャンプ場にしようかなって考えてます。もうすぐ田牛別展望台ですね。私が去年もう泣きながら行ったとこですね。熊が怖くてこんな風にたくさんいなかったので
怖くて、歌を歌ったりしながらずっとタウシュベッツの橋が見えるところまで、展望台のところまで行ったんですけど、あ、雨降ってきました。機会があったらまた行きたい。明日も通るから。でも人がたくさんいる時じゃないと、一人じゃもうとってもじゃないけど怖くて行けないとこですね。もう本当になんかガサガサって音がするような感じがするんですよ、一人で歩いてると。山の中すごい怖かったです。今日は9月の22日日曜日なんですけど、やっぱり3連休なので、道の駅とか混んでますね。いや、知床で降りたはずなんだけど、いやもう9月だからと思って。ちなみに今外気温10度です。
全然なんかわけわかんなくなっちゃったので諦めました。明日揺れ揺れ明日総運気を乗ってみます。今日の車中泊はもう扇風機とかを下ろして冬仕様です。電気毛布とか電気ストーブとかカイロとかジャケットとか冬仕様で着てます。山の中走ってます。三国峠と石北峠、大きな峠2つ越えてきました。なんかね、全然そういえばあれコンビニ見たのって多分しほろのコンビニ最後かな。そんな感じですすごい水族館ってどっち？開館する。水族館を見ていきます。餌のスケジュールだって。ニジマス、アメマスとかいるみたいです。私には見分けがつきません。これが伊藤ですって。伊藤一歳。アメマスです。あんまりいいね。モズクガニってどこにいるんだろう。エビはわかるけど、エビはわかるけど、こっちがヤチウグイです。これはエゾサンショウウだそうです。
けど登れなかった。でかこれはすぐ下がって、すごいでかいですよ。では すっごい広い道の駅だ。です。これもちょっと明日の朝散策したいと思います。はい、今は6時58分で、車内の温度が18度で湿度 56% です。寒くて、今日から、冬仕様にしました。それで、一応これ着る毛布と、あとはシーツも夏物からこのモコモコの冬物に変えたのと、この下に、電気式毛布を敷いてます。で寝るときはもうこれつけないときっと寒くて寝られないので、あとは扇風機の定位置に電気ストーブを置いてます。これはちょっと私のポタ電だとこれをずっとは使えないので、本当に寒い時に使おうかなと思っています。
千代駅本音湯温泉なんですけど、今日の最高気温から18度、最低気温が4度なんですよね。だから4度だと本当に多分寝袋と電気毛布と着る毛布これだけあればまあ寝れるんじゃないかなと思います。はい、ではこれから夕食にします。今日はお鍋にします。寒いので体が温まるのでお鍋にします。忘れてきたのでこのままです。はい、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。ですね、本当は早雲峡に寄って、それから山の水族館に行って、それで無料のキャンプ場が近くにあるので、つつじが丘公園キャンプ場っていうところに行って、そこで車中泊しようと思ってたんですけど、なんか道間違えちゃって、早雲峡に行くのがなんか多分左折だったと思うんですけど、そこを右折して走ってるうちに全然山の中だから電波届かなくて、なんかぐる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 先生全然道案内してくれなくって、それで早雲峡行くの諦めて、でこっちの道の駅に来ました。
こ鍋とポテトフライと魚や寿司、マグロのたたき丼です。はい、これを食べます。はい、今日の夕食です。ちゃんこ鍋と、マグロのたたき丼とポテト、フライドポテトとウインナー。はい、あとはクラシックです。あ、美味しそう。では温かいうちに食べますね。はい、ではいただきます。あ、さっきね17度だったんだけど、鍋したら23度まで上がりました。暖かいです。ではいただきます。めっちゃ美味しい。温まる。じゃあマグロのたたき丼。ちゃんと酢飯。美味しいわ。美味しいわ。食べてみる。ウインナー、うん、あとお鍋の汁が残ったので、この凝固剤で固めてポイできるようにします。これは別に冷たくなってもちゃんと固まってくれます。はい、ちょっと置いただけでもカチカチ。はい、このまま、はい、このまま捨てれます。あと食器なんですけど、私はこの動画のストリーゼ、これを使ってます。シュッシュッとして、キッチンペーパーで
油ギトギト、油ギトギトでもちゃんと綺麗に10分です。車内は18度、湿度 59% です。で、外はですね、多分9度ぐらいかな。一応ですね、現在の気温 9.5 度です。雨、雨は霧雨みたいなの。ちょっと降ってました、さっき。今は降ってないかもしれないんですけど、はい、それで一応ですね、寝袋と毛布、冬用のモコモコの毛布と、そして着る毛布、これ毛布着てます。はい、そしてですね、一応さ、下に電気式毛布敷いてるので、もし夜中に寒くなったら、ね、すぐスイッチ入れて電気毛布つけて寝ようと思います。おやすみなさい。